ジャンキャンディ DBJ の中村と申します。で、いきなりごめんなさいなんですけれども、実は遺伝研のスーパーコンピューターのリプレイスが全面更新が5年に1回あるんですが、それがくしくも昨日3月1日更新でしてですね、実は DBJ の運用系も含めてほぼ全面的にマシンが入れ替わりまして、ブラストとかやろうと思うと今かからないんですね、 DBJ で。で、休止中、あるいは移行したんだけど潜在的な不具合が抱えているものがあるかもしれないという状況にあります。で、ですので、DDBJ のサービス紹介と題をつけたんですが、 DDBJ などのサービス紹介として、関連、配列解析機関連ですね、あるいは配列を取ってくる、ものサービスの紹介を、行いたいと思います。で、ちょっと自己紹介いたしますと、皆さんもお手元に端末をお持ちでしょうから、Google で中村康和と打っていただけると、私の関連サイトがポコポコ出てきます。で、超略歴としましてはですね、2008年まで、カズサ DNA 研究所という木更津にある日本のゲノムセンターとして一番先駆け的な研究所ですけれども、そこの室長をやってました。で、2009年の1月から今の遺伝研の、DDBJ 大量遺伝情報研究室に、移って、かれこれ丸3年、今4年目に入ったというところです。で、主な著作と翻訳としましては、バイオデータベースとウェブツールの手取り足取り活用法とかですね、ピンク本と呼ばれている MacOS 10の活用マニュアルで、あと決定版のバイオマティクスの教科書のマウント本の、翻訳の遺伝子予測と遺伝子小説の、章の翻訳を分担したりしております。で、まず DDBJ とは何ぞやというところからちょっとご紹介したいと思います。で、トラディショナルなパートと、最近新型シーケンサーが出てきて新しいパートがあるんですが、まずはそのトラッドな、昔からの DDBJ の領域についてご紹介したいと思います。で、 DDBJ は DNA データバンクオブジャパンの略でして、Google で DDBJ と検索していただくか、www.ddbj2scjp で、開けていただけますと、この DDBJ のホームページが出てまいりますので、お手元の端末でぜひ開けてみてください。で、左側のところに検索であるとか系統解析であるとか、サービスがずらっと並んでおります。で、今日はその中から動いているものをいくつかご紹介したいと思います。で、遺伝研 DDBJ は静岡県の三島市にありまして、ここから東京駅から、小玉に乗ると、小1時間で、着くところにあります。で、我々がやっている、DDBJ の業務の、一番主なところ、一番コアなところというのは塩基配列のデータバンクです。で、これは全世界で解読された塩基配列の情報を査定して受け入れる、そのまま受け入れるわけではなくて、塩基配列についているメタデータですね、例えばどういう生物種の配列であるとか、どういう条件で捉えたとか、そういったメタ情報が、確実でないと再利用性がありませんから、査定して、受け入れる。で、受け入れる際に、査定の段階で、いろいろ登録したときにいろいろ DDBJ に文句をつけられたという経験をお持ちの方も多いと思いますけれども、ここをこういうふうに直すと再利用性が高まりますよという、そういうお願いをして、査定して受け入れています。で、これをデータベースに蓄積して、で、公開して、再利用のために共有すると、こういう、これがコア部分の DDBJ の仕事です。で、DDBJ は先ほどの DDBJ のホームページの下の方にこの3極の図があると思いますが、国際塩基配列データベースの一員です。で、インターナショナルニュークレオタイドシーケンスデータバンクコラボレーションで、頭を取って INSDC と僕らは呼んでいますが、 INSDC という枠組みの中の一員になります。で、日本が DDBJ、 DNA データバンクオブジャパンで、これに対する、アメリカのカウンターパートが NCBI というところがやっているジェンバンクというデータバンクが、アメリカのカウンターパートになります。で、欧州は、エンブルバンクですね、ENA、EBI がやっている、エンブルバンクという、塩基配列のデータバンクが、カウンターパートになります。で、それぞれ皆さんが DDBJ に塩基配列を登録されると、すぐに NCBI と EBI にも、同じものが渡ると。で、それぞれ、ジェンバンクに登録されたものも
数日中には DDBJ に入ると、まあ、こういう形でシェアして共同で運営している国際的なデータベースになります。で、まあ、この、DNA データバンクオブジャパンとジェンバンク、それからエンブルバンクの部分が、これがまあトラッドな、古典、昔からある、まあ、かれこれ 2,30 年やっている、塩基配列のデータベースになりまして、で最近出てきたものとして、まあ、後ほどご紹介しますけれども、DDBJ シーケンスリードアーカイブ DRA で、NCBA の、シーケンスリードアーカイブ SRA というやつですね。で、ENA も同じ SRA という名前を使ってますけれども、このシーケンスリードアーカイブ、新型シーケンサーのリードアーカイブ、それからトレースアーカイブですね、サンガ法で読んだトレースを収めているアーカイブもそれぞれ共有しているという状況になります。で、まあ、皆さん学術誌に研究の成果を出されるときにですね、まあ、論文の形で研究成果を出されるときに必ず塩基配列に言及している場合には必ず論文投稿時の注意として、まあ、これは例えばネイチャーの例ですけれども、論文の著者は論文で言及した塩基配列については現行の末尾にデータ公開欄というのを欄を設けて、インターネットで参照が可能な公共データベースの登録番号、まあ、いわゆるアクセッションナンバーというのを掲載しなければならないと書いてあるはずです。で、そのため主要な雑誌ですね、ほぼ主要な雑誌には必ず論文投稿時の注意としてこういうものが書いてありまして、 DDBJ か、ジェンバンク、エンブルバンクのどこかに、塩基配列を登録してアクセッションを取って、アクセッションナンバーを取って、でそれを論文に掲載しなければならないというお約束になっています。で、まあ、例えばファイルの一例ですけれども、まあ、これは一つの塊で、手頃なサイズをたまたま取ってきただけでして、まあ、このぐらいの、まあ、1遺伝子だとこのぐらいの長さですけれども、ゲノム単位で登録されている場合にはもうこの後に何十キロベースあるいはもっと長いものがついている場合もあります。でこれはヒューマンのインターロイキン2の、LIKE DNA というやつですね。で、これがアクセッションナンバーというやつです。これをまあ論文に、掲載するということになります。でこの配列をまあ読んで、使って、実験した、結果が、まあ、ここのところのジャーナル欄ですねに書いてあったりする、まあ、この上の部分がメタデータというやつで、これが、まあ、下の部分が塩基配列、これがデータそのものの部分ですね。ただこれだけあっても使えないので、このデータが、どういうところから取られて、でどういうリニエージの生物から取られて、まあ、どういう論文に言及されていて、まあ、この上にもし遺伝子の領域が到底されているようだったら何番から何番までが遺伝子ですよというようなメタデータが上についている。まあ、これは典型的な登録ファイルの例です。で現在 の INSDC の、3局でシェアしている塩基配列のデータ量は、塩基数としては1400億ですね。で登録数、まあ、さっき の塊ですね、エントリーという塊でいうと 1.5 億のファイルがあります。で DDBJ に多くの配列が登録されている生物種というのは、先ほどの DDBJ のホームページから統計といったページを開いていただきますと、数字は表の形で出ていますが、これワードクラウドという表現方法で、数が多いものほど大きい字で表現するという表現方法をとりますと、まあ、ホモサピエンスですね、人の配列関連の配列が一番多くて、で人の、病気を調べたりするため のモデル生物であるラットであるとかマウスであるとかがそれに続いているという状況にあります。それから、まあ、最近顕著なのは産業動植物ですね、牛であるとか豚、それからツイメイはトウモロコシ、まあ、こういったものがの配列が、増えてきているという傾向にあります。で、まあ、お話ばかりですと退屈ですので、まあ、ちょっと手を動かしていただこうということで、キーワード検索 DDBJ の、そのトラッドな部分から、キーワード検索で、配列を引っ張ってみましょうということをやってみたいと思います。で今回この枠でご紹介するのは、アルサという、まあ、DDBJ の、キーワード検索システムと、まあ、それから、NCBI の、それに対応するアントレという検索システムの2つを使ってみたいと思います。でその他まあ、今回ご紹介しないんですけれども、学術資料一般ですねに関しては Google スカラーというのを使うといろんなものが引っかかってくる。で、論文であるとか学会発表であるとか、その論文のサイテーションであるとかを引っ張るときには Google スカラーが割と便利です。それからゲノムプロジェクト単位でどういう
例えば猫のゲノムプロジェクトがあるのかとかないのかとかですね、どこがやってるのかといったゲノムプロジェクト単位でものを調べたいときには、このゴールドというあのサイトが便利ですので、まあ、今回ご紹介しませんけれども、この辺は、名前を覚えておいていただければ、ゴールドゲノムあたりで、Google 検索していただければ、このページが開きますので、まあ、ご活用ください。で、まあ、お手元の端末で、DDBJ をのホームページを開いてみてください。一番早いのはあの Google 検索で DDBJ で検索してそのトップヒットから飛んでいただくのが早いと思います。URL は www.ddbj.niv.ac.jp になります。で、開いていただきますとこの、左側に、検索がいくつかの、まあ、検索システムがありますけれども、この中からアルサというやつを開いてみてください。で、そうするとこんな感じの、まあ、非常にあのシンプルな窓1個の、クイックサーチという窓が開くと思います。よろしいでしょうか。で、ここで、まあ、E. coli の、大腸菌の O157 株の全ゲノムのあのエントリーを調べてみたいと思います。で、まあ、e.coli.o157 と入力していただいて、まあ、検索をかけていただきますと、こんな感じに出てきまして、で、E. coli の O157 で検索しますと、O157 株の全塩基配列が出てくるかと思いきや、そうではなくてですね、まあ、エステリシア・コーライの O157 のなんとかの部分配列とかですね、プラスミドの配列であるとかが出てくるんですね。で、これが全ゲノムかどうかっていうのは、まあ、この辺のデフィニッションをざっと見ていただければ分かりますし、あとはこのレングスですよね。まあ、何メガか、4メガか5メガ、数メガあるはずですけれども、まあ、3306とか、92キロとか、この辺は明らかに全ゲノムではないというのが、このレングス見ると分かります。で、まあ、O157、イコーライ O157 関連 のバラバラの配列とかですね、プラズミドであるとか、たくさん遺伝子単位でも登録されていたりしますので、これでは見つからないと。いうか候補がいっぱいありすぎていて、これを送っていって探すのが大変ということになります。まあ、絞り込みが必要ですねということになります。ということで、クイックサーチで、簡単に見つかる場合もありますけれども、そういう場合には、まあ、こちらのアドバンストサーチの方を、開けていただいて、いくつかの組み合わせでの条件で、サーチしていただくと良いと思います。で、アドバンストサーチの方を開けていただきますと、まあ、どういう組み合わせで、まあ、テキスト全部のテキストの中のキーワードをサーチすることもできますし、もうアクセッションナンバーがお手元に論文があってアクセッションナンバーが分かっていればこれで完全一致で見つけてしまえばよいですし、ディビジョンですね、これバクテリアであるとか、まあ、コンカティネートしたゲノムであるとかエンバイロメントのゲノムであるとかですね、まあ、こういうディビジョンが分かっていればそこを選んでいただいてもいいと思います、ね、今回はE. coli ですから、まあ、ここのバクテリアをクリックしていただければ結構かなと。で、モレキュラータイプはですね、今ゲノムを見つけたいので、まあ、DNA をクリックしていただいて、で、まあ、ゲノムバクテリアゲノムですからサーキュラーをクリックしていただいて、で、オーガニズムにE. coliと入れて、じゃなくて、E. coliO157と入れましょうか。O157と入れて、まあ、条件としてはこんなとこでしょうか。ざっくりした条件、だんだん絞り込んでいけばいいので、あんまり最初に深く考えなくてもいいと思います。で、まあ、ディビジョンバクテリアで、まあ、タイプ DNA サーキュラーで、まあ、E. coliの O157 ぐらいで、ちょっと一回サーチをかけてみましょう。でサーチのボタンは上の方に、まあ、サーチリセットというのがあります。
ノーアイテムだ、なぜこのノーアイテムだったのかというのは、なんでだっけ、オーガニズムに、O15 なんとか入れちゃいけないですね。私が考えてた条件は DNA サーキュラーで、E. コーライだけで引っ掛けるというやつでした。多分ここのオーガニズムはですね、正式名称しか受け付けないんじゃないかという気がします。なのでさっきのノーアイテムになっちゃったところから、左矢印ボタンで戻っていただいて、さっきの O157 のとこを消しましょう。ノーアイテムだ、なぜだ、なぜなんだ。これバクテリアもクリックしてちゃダメなのか。まあ、このようにですね、DDBJ の人でも間違ったりするという、今バクテリアのディビジョンも消して E. コーライ、オーガニズムの名前を E. コーライにして、で、DNA でサーキュラーというだけの条件で、サーチしました。で、今の何がいけなかったかというとですね、 E. コーライっていうのは正式なオーガニズムの名称ではないので、これは何か、C なんとか -E.coli っていう、シャトルベクターですね。シャトルベクターだ。で、オーガニズムの名前として、フルネームで E.coli が入ってるのはこの3つしかなかったということですね。だから本当はちゃんとエッセリシアコーライって入れないといけなかったらしいということが分かりました。で、もう一回戻ってですね、だから今バクテリアにクリックしてたらダメだったんですね。今シャトルベクターが拾えたので、だから DNA サーキュラーで、E. コーライではなくて、ここは、ちゃんとエッセリシアコーライとこのめんどくさい綴りを入れて、サーチしてあげれば出てくるはずだと。で、そうですね。で、それでもですね、大量に出てきちゃうわけです。多分この辺、でも E. コーライのコンプリートゲノムっていろんな株で決まってるので、この辺の5メガとかいうあたりはこれコンプリートゲノムだと思うんですけれども、その他にもいっぱい出てきちゃうんですね。で、今の部分でちゃんとここのイッシェリシアコーライの O157 サカイと、フルネームの学名のフルネームにプラス O157 でサカイあたりをつけてあげればちゃんと拾えてくるはずであると。思います。イコーライの O157 サカイとオーガニズムの欄に入れて、検索したところ、この3つが、引っかかってきました。で、サカイ株 O157 のサカイ株の、プラズミドが1つですね。3キロぐらいのやつで、92キロぐらいのこれも、プラズミドだと思います。で、これがメインゲノムですね。O157 サカイ株のコンプリートゲノム、5.49 メガあるもの、これが探したかった望みのものです。こんなふうにちょこちょこ検索ツールの癖つかみながら、ちょこちょこ行ったり来たり、何回かやって見つけ出すというのが良いと思います。で、この配列を得たいときにはこの BA000007 というところをクリックしてあげます と、これが先ほどちらっとご紹介したフラットファイルの形式ですね。ロカスネームデフィニッションがありまして、アクセッションナンバーがついていまして、で、下の方に下っていきますと、これに関するリファレンス、論文のリファレンスがいくつか出てくると。で、その下に、フィーチャーズという欄がありまして、CDS っていうのは、これはコーディングシーケンスのことです。で、遺伝子ですね。で、190から273番までにこれこれこういう感じの遺伝子が乗っかってますよみたいなことがずっと書いてありまして、これはゲノムですからとんでもない量長さがありまして、でその下に全ゲノムの 5. 何メガ分の配列が出てきます。こんな感じでキーワードの組み合わせで
フラットファイルを開くことができます。で、今のが DDBJ の検索システムですね。で、MCBI 版の検索システムでじゃあ同じことをやってみましょうということをやってみたいと思います。で、 MCBI 版の、検索システムはアントレといいまして、WWW-NCBI-NLM-NIH-GOV のアントレというところにありますが、これを打ち込むよりも Google でもアントレ NCBI とかですね、アントレとかで引いてあげた方がいいです。Google でアントレで引いてあげますと、多分トップのところにアントレクロスデータベースサーチというのが出てきますので、そこから開けていただければアントレのページが出てくるはずです。で、これもう見ても分かります通り、もう塩基配列だけじゃなくて NCBI ですね、アメリカの NCBI という組織が管理している、PubMed とか皆さんお使いだと思いますけれども、論文検索サイトであるとか、ゲノム単位で、整理されているデータベースであるとか、そういったものがもうごそっと投資でクロスサーチできるようになっています。で、ここで、同じようにですね、エッセリシアコーライを157サカイと打って、こうしてあげますと、立ちどころにいろいろな結果が出てくると思います。それに関する論文がこの PubMed というところに101ですね。で、フルテキストが読める PubMed セントラルのところに223あります。で、ニュークレオタイドとしては、塩基配列としては17606があって、EST が4あって、なんやかんや、プロテインが31026あって、で、ここのゲノムというところに見ると、ゲノム単位で整理された。ゲノムのデータがありますので、ちょっとこのゲノムのところに行ってみましょう。で、そうすると、イコライの大腸菌のゲノムなんてもいろんな株でずわーっと決まってるわけですが、それらがこう系統樹になって、表示されています。で、この中の、境は多分この辺ですね。O157 のストレイン、境ってやつが上から1、2、3、4、5、6番目にありますけれども、ここを叩いてあげれば、この境株の、プラズミドが2個と、さっき出てきたプラズミドが2個と、それからメインゲノムが1個、きれいに整理されて出てきます。で、同じくこの INSDC というところですね、先ほどご紹介した、ジェンバンク、DDBJ、エンブルバンクの、3つのコラボレーションの、共通の名前である INSDC のところを BA00007.2 というのを叩いてあげますと、 .2 というのはこれバージョン番号で1回リバイスがかかっているということです。で、先ほどと同じように、DDBJ の場合と同じようにこういうフラットファイルが表示されてきます。ただ、さっき DDBJ にはなかったリンクとしてですね、この PubMed というところが、クリック可能になっておりまして、で、ここを叩いてあげると、ここに出ている論文の、タイトル、著者で、それからアブストラクト、場合によってはフルテキストが読める場合もありますけれども、これがポンと出てくるわけです。で、こうしたNCBI の強みっていうのは、こうした論文データベースまで持ってますので、そこに対するリンクが、簡単に埋め込めるというところで、こちらは DDBJ にはない付加価値ということになります。で、それからさっき、DDBJ では、クリックできなかったこの CDS というところですね。この354番目から2816のところにコーディングの配列がありますよっていう、ここもリンクになってまして、これを叩くとその部分が切り出されて表示されてくると、この部分だけが切り出されて表示してきまして、で、そこのトランスレーションされているアミノ酸配列も立ちどころに手に入ると、こういう部分配列へのリンクみたいなものも豊富にあります。で、もう一つは、この配列に対してブラストサーチをかける、この配列に対して、相同性の検索ができるであるとか、この配列、に対するプライマーを、作ることができるといった追加のサービスなんかもこの横のところにちらちら出てきてますので、大変便利ということ
なんですね。うん、で、まあ、結論としましては、まあ、DDBJ も運も頑張らねばという感じで、今、配列を検索して、その配列の部分配列を取ってきたり、そこからプライマーを作るということであれば、DDBJ の人が言うのもなんですけれども、MCBI のアントレ使うのがおすすめですよということです。で、今のが、まあ、トラッドな、データベースの中から配列を引っ張ってくる、やり方の、まあ、非常に触り、初歩的なところです。で、先ほどのアントレのサイトを、まあ、ごちょごちょいじってみますといろいろなツールがありますので、ぜひ、戻ってやってみてください。で、ここから先はちょっと新しい部分で、まあ、トラッドなところではなくて、最近出てきた新型シーケンサー NGS ということをよく聞きますが、それに関する、データベースとサービスのお話をしたいと思います。で、NGS ってよく次世代シーケンサーであるとかですね、ネクストジェネレーションシーケンサーと呼ばれるんですが、もう今やネクストでも何でもなくて僕らの目の前にあるシーケンサーですから、まあ、NGS という名前は一人歩きしちゃってますから、まあ、これのアブリビエーションとしてに、これに、アブリビエーションがこれになるように、まあ、ニュージェネレーションシーケンサー、新型シーケンサーって呼んだらいいんじゃないのと私は提唱しています。で、NGS の、例としてどんなものがあるかというと、まあ、ロシュの454で、イルミナのジェノムアナライザー、J2 ですね。で、ライフテクノロジーズのいわゆるソリッドというやつですね。454、イルミナ、ソリッド。まあ、この辺が非常に一般的に国内にもかなりな数入っている、ツールになります。で、その新型シーケンサーから出てきたデータをそのまま保管して、再利用性があるように、まあ、1回ランするのにも結構なお金がかかりますから、まあ、取っておいて他の人たちがまた再利用できるようにという保管庫を作っていまして、これが DDBJ シーケンスリードアーカイブ DRA と呼ばれるサービスになります。これは DRA のサイトというのがありまして、とりあえず DDBJ に USJPDRA ですが、DDBJ のシーケンスリードアーカイブあるいは DDBJ DRA で Google 検索していただければ今このページが、開くと思いますので、ぜひ開いてみてください。ここですね、はい。で、まあ、ここにはまあ、これに関するドキュメンテーション、まあ、それからここにサブミッションするためのツールであるとか、これをサーチするリンクであるとか、まあ、ここからデータをダウンロードするための FTP へのリンク、それから、まあ、後でご紹介するパイプラインへのツールなどが、リンクなどがあります。で、DRA は新型シーケンサーのデータを、まあ、保存、共有する、まあ、いわゆる生データに近いものを保存して、まあ、共有するためのサイトです。まあ、ダウンロードサイトから開いていただきますと、今 DRA に入っているものがずらっとリストになってきまして、そこから望みのものがダウンロードできるようになっています。で、最近、まあ、今のと、以前はその受け入れて置いとくだけだったんですが、最近作ったものに DRA サーチという検索システムがありまして、これがなかなか業界人の間でも評判がいいサービスになっておりますので、ここのサーチのところを開いてみてください。まあ、そうするとこんなページの DRA サーチという、ページが開くはずです。サーチのところを叩くとですね。はい。で、ここから望みの、ですね、生物種の望みのスタディタイプの望みのプラットフォームですね、まあ、イルミナであるとか454であるとかソリッドであるとか、あと、どういう、研究に使われたものであるとか、まあ、こういうキーワードで、DRA, に DRA あるいは NCBI の SRA それから、EBI の SRA に収められた、データの、メタデータを検索してそこのデータにたどり着くということができます。まあ、例えばアラビドプシスの、まあ、白犬ナズナの何かを取りたいなと思ったら、まあ、AR ぐらい、アラぐらい入れてあげますと、アラビドプシスとかアラビスとかですね、まあ、前方位置で、候補が出てきます。この辺もなかなか気が利いている感じなんですが、で、アラビドプシスのサリアナですね、を選んであげて、今、僕はたまたまこれを入れてますが、ご興味のある生物種がある方は、そちらでどんどん調べていただいて構いません。で、まあ、学名を入れていただきまして、でスタディのタイプはこう叩くと、まあ、いろいろなスタディのタイプがあります。まあ、アラビア関係ないですが、まあ、キャンサージェノミクスに限るとかですね、エピジェネティクスに限るとか、ゲノミクスであるとか、メタゲノムであるとか、まあ、16S であるとか、スモール RNA、RNA シックみたいな、
キーワードで調べることができます。で、まあ、ここではとりあえずアラビドプシスの RNSIC でも調べましょうかねということで RNSIC を選んであげて、で、プラットフォームはまあ、ソリッドに限るとかですね、ヘリコスに限るとかイルミナに限るとかできますが、ここはまあ別に限らなければ選ばなくても結構です。で、まあ雑な検索としてはとりあえずアラビドプシスの RNSIC がどのくらいありますかねというので、ここでざっくりサーチしてみます。で、そうすると、ここに今ここで検索できるものとして10個の、アラビドプシスの RNSIC のプロジェクトで、生データが収められているものが出てきています。で、そうですね、まあ、とりあえず一番上のやつを見てみましょうか。一番上のが、まあ、ハイレゾリューションプロファイリングオブスモール RNAs in the Arabidopsis ariana root ですね。根っこ、アラビドプシスの根っこのスモール RNA を網羅的にやりましたよみたいな、実験になります。で、ここの、スタディの、ID ですね、 SRP-00839 を叩いてあげます と、このスタディの概要、まあ、タイトルで、それから、アブストラクト、デスクリプションなどが見ることができます。で、これはまあ、きちんと書いてあるものもあれば、いい加減に書いてあるにしか書いてないものもあるんですけれども、これなんかはまあ割とちゃんと書いてある例ですかね。まあ、どういう実験ですよと、どういうスタディですよということが、ちゃんと書いてあります。で、このスタディの中にも、中で、まあ、いくつかエクスペリメントがありまして、スタディというこの一つの研究の中で、まあ、もちろんいろんな条件でエクスペリメントするわけで、それらが全部別ファイルになってまして、このエクスペリメントのところを叩いてあげますと、またその、実験条件とかですね、これはかなり詳しく書いてありますけれども、そのスタディの中のこの一つの実験の、条件はこんな感じですよって、これよく書いてありますね。非常によく書いてある例ですが、まあ、こういう条件で実験しましたみたいなのが書いてあります。で、プラットフォームが何を使って、シーケンスのレングスが36、まあ、初期のイルミナですね。で、などの、メタ情報が、出てきます。で、それぞれ、またその実験の中には欄があって、1回目の欄、2回目の欄、3回目の欄みたいなのがバラバラありまして、まあ、それらをこのファストキューというところを叩きますと、配列とその配列のクオリティが収められたファストキューというタイプの、まあ、一番ユニバーサルなファイルですけれども、そのデータに、をダウンロードすることができます。で、この BG2 ってついているのは、これは圧縮形式で、圧縮したデータの形で置いてありますので、手元に持ってきて、まあ、Mac でも、Mac であればダブルクリックすれば回答されるということになります。まあ、こういう形でですね、いろいろデータがこの辺りを見ながらデータを眺めていくと楽しいのではないかなと思います。で、今のようなサーチができる、なぜ今のようなサーチができるかというと、シーケンスリードアーカイブ、まあ、昔短い配列だったのでショートリードアーカイブって呼んでたんですが、まあ、今やショートでもないので最近シーケンスリードアーカイブと呼んでますが、 SRA のメタデータ形式っていうのは XML で、スタディでくくられた中にエクスペリメント、まあ、いくつかの実験条件があって、それに対応するまあサンプルのデータがあって、で、個別の欄のデータがあってという形で、まあ、こういうフラットな形ではなくて、いくつかの、欄やサンプルを固めてエクスペリメントにして、そのエクスペリメントをいくつか固めて、スタディにするといった形で、入れ子状態になったメタデータがあります。まあ、こういう形を取ることで、まあ、いろんな実験条件を一つのプロジェクトで収めることができるというメリットがあります。で、例えば、メタデータ構成の例でいうと、まあ、培養細胞に薬剤処理をして0時間目、12時間目、24時間目の転写プロファイルの解析をしましたよみたいなデータをまとめて登録するときに、スタディの中に、まあ、このスタディを記述したスタディの中にエクスペリメントの0、12、24っていう別々のファイルを用意して、それぞれの欄をデータを収めておくと。で、サンプルは、まあ、一つのものを指していくというような、まあ、こういう構成をとって、記述が分かりやすく、かつ、まとめて参照できるようなメタデータの構成になっています。まあ、これは非常に今時のやり方ということですね。で、これが多少初めて使ったり、あるいは登録したりするときに分かりにくいので、まあ、ドキュメンテーションかなり詳しく書いています。で、このシーケンスリードアーカイブのページの、
に戻っていただいて、このドキュメンテーションというところを見ますと、まあ、どういうあの、データ構造にの仕事かなと思います。で、まあ、まあ、大体きれいじゃないのと思うかもしれないんですが、実はそうじゃなくて、現状、まあ、変な記述というのが品質しています。で、先ほどの、アルサでも結構ですし、アントレでも結構ですが、まあ、プロ単位と入れてみますと、まあ、プロ単位とか書いてあるものは183件ヒットします。で、これはプロテインのタイプですね、タイプミスです。で、イミラートゥーっていうのを探してみると、まあ、これはシミラートゥーの、コピペミスですけれども、これは28件、世の中に存在しています。で、こっちの R が落としちゃったやつね、シミラートゥーみたいなのも22件あります。で、クロモソームの打ち間違いが4件ですね。で、RNA オリメレースが1件。で、ハイドロジェネースで E を落としちゃってるやつと D を落としちゃってるやつですね、A ハイドロジェネースになっちゃってるやつが1件ずつあります。で、トランスポゼースの E を落としてるやつと T を落としてるやつがそれぞれ1件ずつあります。で、それから、あの最近面白いのが、セプト2って打つと、エクセルでセプト2って打つと、勝手に、セプテンバーの、9月2日と解釈して 2-SEP に直しちゃうという現象がありまして、これセプト2というのはセプティン2 の, あの遺伝子の略号なんですが、それが 2-SEP になっているという例があります。で、これはあのそのアイデンティファイのミューテーションがエクセルで入りますよというのは、実はですね、かなり古い2004年の論文で BMC バイオインフォマティクスにミステークアイデンティファイアジンネームエラーズキャンビーイントロデュースとエクセル使って変なものが入ってますよというのが報告されてまして、まあ、これがあのミューテーションを起こしちゃう例ですけれども、APR1 とかいうあの遺伝子があるとしたら、これは 1-APR に勝手にミューテーションしてしまう。で、こういったものが、世の中に実在するわけなんですね。で、そんなことはないだろうと思いになるかもしれないので、ここで、SEP2 と打ってみますと、ここでリターンをしますと、2-SEP に勝手に変換されちゃうわけですね。で、これを、遺伝子の名前なんかを、列挙するときに、Excel 使ってこういうことをやっていまして、でそのまんま、塩基配列データベースに登録しますと、どういうことになるかというと、実在しまして、これも 2-SEP で先ほどのアントレとかでアルサで調べていただければ立ちどころに出てきますけれども、セプティン2の中後ろに2-SEP と書いた、でジーンの名前のところにも 2-SEP と書いたものが出てきます。でこれは本当はセプト2と記述されなければいけないものがエクセル使ったからこんなことになっちゃってるという例ですね。で、まあ、レフセックなんかはあのリファレンス、シーケンスのリファレンスとして皆さんも絶大なる信頼を置いて使っていると思うんですが、レフセックの中にこういうものがあったりするわけです。で、まあ、こういう、まあ、ステピットなエラーをどうやってアボイドするかといいますと、まあ、良いリファレンス配列のデータセットを作って、良いリファレンスアノテーションを整備して、そこを見に行くようにしなければいけない。あともう一つは、良い配列解析手順できれば、オートマティックな解析配列手順、スタンダードオペレーションを作っておいて、そこに遺伝子とメタデータのオントロジーを使ってちゃんとボキャブラリをコントロールする、まあ、それから迷いとかエラーが入らない配列解析手順を用意しておくということが必要です。まあ、端的に言うとコピペは禁止で Excel 禁止みたいなことになるわけですけれども、こういったあの手順が必要となるわけです。でこれはまあちょっと宣伝、統合 DB プロジェクトの中の宣伝になっちゃうんですが、微生物に関しては微生物の統合という枠組みで microbe.jp プロジェクトというのを動かしていまして、で、遺伝研の菅原先生と私の研究室で、それから寄生研の内山先生の研究室と、東工大の、まあ、ここが代表研究代表者ですが、黒川健先生の、研究室ので、こういったマイクロブの微生物のデータベースの、まあ、きれいなリファレンスを作ってみたり、きちんとしたオントロジーを設定してみたり、しているということを今やっています。で、microbe.jp プロジェクトのご紹介としましてはですね、今あの皆さんがこの講習会のページを見て、ここにエントリーされたと思うんですが、これの並びに、NBDC のサイトの中に連載というあのリンクがありまして、でそこで第4回目のところに微生物統合データベース microbe.jp というあのご紹介の文章がありますので、ぜひご覧ください。日本語の分かりやすい解説で、僕らが目指しているところが分かると思います。で、今のが、まあ、リファレンスをきれいにしておくというお話で、もう一つはその、定型的な解析を、
間違いなく行うためのパイプラインを準備して提供するというところなんですが、残念ながらこれが今、マシンリプレイスで休止中なんです。休止なので、ちょっと概要だけお知らせいたします。で、DDBJ パイプラインはこの DDBJ のホームページの、左側の、ずっとちょっと下の方に行きますと NGS データ解析というリンクがありまして、今ここを叩いてもこれやってませんという案内が出るだけなんですけれども、ここから入ることができます。で、これはクラウド型の解析ツールで、研究者がウェブサーバーから配列を、NGS の配列を登録していただきますと、 DDBJ のスーパーコンピューターでわーっと解析を、定型手順で解析をしてデータを返すると。要するに計算資源が足りないと、非常に NGS のデータは巨大ですから計算資源が足りないで、こういう時にはスパコンを使いましょうと。で、配列は取ったものの解析手順がよくわからないとか、定型的な解析ツールを入れるのが大変みたいな時には、ウェブブラウザからポチポチクリックしていれば、自分で解析できますよというようなシステムを作っています。で、パイプラインのソフトウェアとしては、ウェブで開いていただきますと、よく使われるツールですね、SOAP であるとか、BWDA であるとか、母体であるとか、よく使われる解析ツールを、クリックするだけで選べるようになっていまして、で、さらに、そのツールを使って、どの配列にマッピングするかとかですね、いうものも、オリザサティバ、イネであれば IRGSP の複数のバージョン、タイガーのバージョンであるとか、マウスであれば、MCBI のバージョンであるとか、MM のバージョン、それからアラビドプスであれば、テアのいくつかのバージョンという形で、いろいろなリファレンスの配列を用意しています。で、ネットワークを使って、普通スパコンを自分で使うなんていうのはなかなか使いにくいんですが、ポチポチやってればスパコンが回りますよみたいな形で、組み立てております。今新しい、スパコンシステムに入れ替わって再構築中ですので、希望的には4月の終わりとかですね、もしかすると6月ぐらいになっちゃうかもしれないんですが、いずれ皆様に使っていただける状態にまた戻せると考えています。で、この DRA とか DRA パイプラインの、課題としては、とにかくストレージが170テラ、結構大きいと思いになるかもしれませんが、NGS の配列を入れてると、あっという間にパンパンになります。で、非常に小さいとかですね。で、メモリにしても、メインメモリが256ギガ載せたマシンがありまして、これも大きいと思われるかもしれませんが、普通の植物のアセンブルなんかやると、あっという間に足りなくなります。で、こういった非力な状況だったんですが、この、昨日ですね、3月1日稼働し始めました遺伝系の新スーパーコンピューターは、一番大きいメモリを積んでるマシンはメインメモリが10テラ乗っけてるというマシンがありまして、で、中くらいのものとして、2テラメインメモリ乗っけたものが、初期に2台入りまして、後期に2台追加されます。で、このあたり多分微生物あたりのアセンブルに非常に、よく役に立つ。で、あとメモリが薄い芯と呼ばれるものは、芯といっても64ギガメモリを載せたものが700ノードあるというような状況にあります。で、非常に、5年に1回の更新ですので非常にリッチな構成になりました。で、ストレージも、初期に2ペタ、後期に5ペタ高速ストレージが入りますし、省電力ストレージは、3+2.5ペタ入るという状況にあります。NGS を考えると、これでもまだ多分足りなくて、本当は何十ペタか欲しかったんですが、足りなくなったらディスクってどんどん安くなりますから買ったらいいんじゃないかということで、今このぐらいの調達をしているという状況にあります。で、すみません、最後のところあんまり講習になってなかったんですが、DDBJ DNA データバンクオブジャパンなんですが、もしかしたら DNA ドロップボックスオブジャパンになるのかなみたいなことを、最近ちょっと考えていたりしましてですね、ドロップボックスというのは皆さんネットワークストレージでよくお使いだと思います。私も協調者とファイルをシェアするときによく使っている、それ自分のそのフォルダに置いておくとネットワーク上で勝手に更新されて他人と共有できるというシステムですけれども、ネットワークストレージに自分のローデータをですねポンと、ファストQのファイルかなんかを置いておくと、DDBJ のストレージが勝手になんかあるね認識してアセンブルかけたりですね、これなんかヒューマンに似てるからマッピングしたりとか、勝手にマッピングしたりですね、ブラストかけてみたり、勝手にジンファインディングしちゃったりして、こんな遺伝子がありそうだよみたいなレポートが勝手にできてるとかですね、
ストレージに置いておくと 2,3 週間忘れているとなんかもうほとんど論文になりそうなレポートが出てくると嬉しいなみたいなことを、今無双しております。まあ、これは単純に無双なのでここまでできるかどうかわからないんですが、まあ、リポジトリとしては一つ の, 理想的なありようかなというふうに考えています。で、甚だ中途半端な感じですが、DRA とかバイオプロジェクト、DDBJ パイプラインに関しては、この人たちの仕事で、統合アノテーション、マイクロブ DB に関しては、この人たちの仕事です。それから遺伝研の DDBJ、それからカズサデーの研究所の、皆さんで、プロジェクトに関わっている皆さんに感謝いたします。で、ご清聴どうもありがとうございました。